の園ちゃんはご重賞でゆめちゃんに奇跡が。さらにエミリちゃんの競馬術や注目のレースも振り返ります。佐藤ゆめのご重賞ドリームチャレンジ、2回放送続けてリーチ。しかし5つ目のレースでまたもやチャレンジ失敗。2回続けてゆめちゃんに悪夢が。いや、そこで間違えたんや。今日こそ頼みますよ。前回も取れそうな感じやったんですけどね。でも2回続けて今リーチなんで、今日はもう3回目の正直ってことで結構気合は入ってるんですけど、もうあと一歩です。本当にあと一歩、まあ、あと一歩のところの力をぜひ加えてほしいということで私呼びました。はい、この方来てもらいましょう。どうぞ。どうも、新メンバーの山本エミリです。競馬大好きです。いやーい、来ましたよ。ゆめちゃんの応援に駆けつけたのは新メンバーの山本エミリちゃん。 SKN に入る前から競馬の大ファンなんです。高配当で一番大きかったのはどれぐらいだったんですか？400枚で3連単の500円が20万円になったとか。これ来たぞ。この勝負、あの一個の一歩の勝負が必要やから、先輩としてもいいとこ見せたいですし、さらに一緒に力をこう合わさってご自身通りもチャレンジしようかなということで、はい、達成できるように私がもう全力で応援させていただきたいと思います。こんな、ね、静かに喋ってる感じでしょ。競馬の話になったらもうガラッて変わりますから本当に。まずは運試しとなる軍資金チャレンジ。じゃあもう今日はエミリちゃんでちょっと行きたいと思います。いいですか？はい。お、1万円や、やった。すごい。今回は2人でご重賞ドリームチャレンジ制覇に挑みます。11レースをもう20だけに絞るとか。結構優柔不断慎重派なんで、パスパス切ってくれるの嬉しいですね。めっちゃ私がパスパス切った馬がどんどん来たらどうしようっていうプレッシャーがすごいです。悩んだ末の買い目はこちら。本戦の予想される1つ目のレースと最終レースは厚く、その他のレースは絞って2頭。果たして3度目の正直となるか。はね、最初私5頭選んでたんですけど、ここで相談して4頭に絞ってます。もともと3番の湘南ハイネス入れてたんですけど、ここはもうちょっと急明けで分からへんやろってことで、ちょっとゆみちゃんの決断に私も乗って、はい、5、6、70にしてます。でゆめさんが今までも4レース目まで行けてんのにみたいな。私のせいで行かんかった、どうしようと思って。そんなことないよ。10ヶ月ぶりのご重賞ドリームチャレンジ達成のため、余裕で突破したい一つ目のレースですが、7番のホロイワですが、まだこの方、これが直線コース、直線来たよ。3番湘南ハイネス、吉村さんか。迫ってきたのは5番のアピールデザイン、その後吉村さんか。吉村さん、さして。その下9番、確かに4番のレーザー、先頭は3番の湘南ハイネス、3番の湘南ハイネスが逃げ切りでゴリ。なんと買い目から外した3番湘南ハイネスが1着。まさかの1つ目のレースで失敗です。ちょっと申し訳ないです。これが一番あかんかったやつやん。ほんまに、ほんまに。いやー、ちょっとパワー強すぎたのかもしれないですね。ちょっと2人のパワーが、いやー、これは悔しいな。しかしこの後、ゆめちゃんにまさかの奇跡が。オッズパーク、オッズ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 パーク、競馬競輪オートレース、いつでもどこでも楽しめる、スマホあるなら始めなきゃ。オッズ、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 オッズパーク。
オッズパーク、オッズ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 パーク、競馬競輪オートレース、いつでもどこでも楽しめる、オッズパークで買わないと走りペペ、オッズ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 パーク。今年も開催された秋のチャンピオンシップ第4回園田オータムトロフィー、3歳馬の秋重賞初戦に有力馬たちが集まりました。一番人気となったのはビーザベスト。さあ前かわるか、2番のビーザベスト4連勝ゴール、2番のビーザベスト。前走トライアルレースとなるクリスタル賞を差し切り勝ち、5連勝で初の栄冠を目指します。2番人気は今年北海道から移籍したエイシンビッグボス、移籍後は6戦4勝と絶好調、大舞台でもこの勢いは侮れません。2頭に続くのは野次菊賞を制したクレモナ、重賞馬の意地を見せ2度目のタイトルを狙います。混戦模様、3歳馬の秋重賞初戦を制するのは、枠入り完了です。スタートしました。2021年の園田オータムトロフィー、出負けは6番オリエンタルミラク。花を切ったのは4番エイシンビッグボス、1番人気の8番ビーザベストも2番手につけています。エイシンビッグボスが先頭のまま最後の直線へ。4番エイシンビッグボスリード、3馬身から4馬身でこれから直線に向く。8番ビーザベスト再び差が詰まるかどうか。5番トニーゼロットインで食い下がっている。あとは9番虹色が4番手です。さあ先頭4番のエイシンビッグボス、インコースから5番なんとトリニティノットが迫ってくる。3番手にビーザベスト、先頭4番エイシンビッグボス、ゴリタイトルを取りました4番エイシンビッグボス。そして5番トリニティノット、これがインコースから伸びての2着。スタートから先頭で競馬をしたエイシンビッグボス、園田天球後手綱を取り続けた下原ジョッキーとのコンビで見事な重賞初制覇です。調教師さん、厩務員さん、今回はやっぱり負けたことでもっとしっかり調教してくれということなんで、今回しっかり追い切っていった結果だと思います。前回ためてだとちょっと弾けなかったところあって、で、まあ、今回調教量もしっかり足りてたと思ってたので、もう自分からいいペースだったので動いてきました。これで刺されたら自分のせいだと思ってたんですけど、もうスタッフの方と馬を信じて乗りました。この秋大一番の楠木賞という舞台もありますよね。そうですね、もうそこは最終的に3歳の最後には目標にしてるらしいので、きっちり調教して頑張りたいです。さらなる勝利を重ね、エイシンビッグボスが秋の主役へ名乗りを上げます。さあここからは競馬大好きな私、山本エミリが山本流競馬術をご紹介していきたいと思います。競馬にハマったきっかけは何だったの？友達がやっててちょっと面白そうやなと思ってウィンズに一人で馬券を購入しに行ったのがきっかけです。3連単がたまたまビギナーズラックで当たって、もうそっからよっしゃ、もうこれから競馬にのめり込んでいったろうみたいな感じになりました。馬がすごく綺麗だし、走ってる姿見てるのも楽しいし、そこになんかギャンブル性も関わってくるってなったらドキドキするじゃないですか。そういうところが大好きです。さあじゃあ早速競馬場内に行ってみましょう。レッツゴー。エミリちゃんの競馬術、私も気になります。私が園田競馬に来たら初めにやることがあるんですけれども、それがマグロ専門店183のマグロカツを食べることです。そのマグロカツがこちら。美味しそうですね。これは勝つっていうことで、勝負に勝つとかけて験担ぎにいつも食べるようにしてます。美味しい、めっちゃ美味しいです。あんまり魚の臭みとかはなくって、もう本当に普通のとんかつと変わらないような、でもなんかちょっとヘルシーな感じが、本来ならビールと一緒に食べたいです。お腹と運気を満たしていよいよレース予想。そこでエミリちゃんが取り出したのは競馬新聞。競馬新聞は馬名や調教タイム、過去の成績など勝ち馬を予想するためのヒントが多く載っています。エミリちゃんはどこに注目して読んでるの？そうですね、金層の成績とかタイム、あとはなんかレース中にどういうポジションにいたかなどを気にして見てるようにしてます。
山本流競馬新聞攻略のポイントはレース中のポジション。特に園田競馬の場合だと前残りの馬が多いような気がするので、本当に前の方につけてないとどうしても届かないみたいな場合も多いですし、逆になんか差しが決まる馬場の時はちょっと後ろ目でも全然1着とかで来たりとかする場合もあると思うので、もちろん初心者の方だったら全然二重丸が多いな、これ買おうかなとか全然いいと思うんで、自分で考えて買うのが一番楽しいです。続いてエミリちゃんは出走馬の状態を確認するためパドックへ。パドックではどういうところを注意して見てるんですか？毛づやとか歩き方、あとは気合の入り方、そうですね、あと馬体重の増減を見つつ、なんか太いか細いかとかそういうところを気にして見てます。グレースケールはやっぱり来るんじゃないかなって思ってます。しっかり歩様もよく歩けてると思うし、そんななんか太いとか細いとか思う部分もないんで、一番の左右は落ち着いて歩いてるし、別にチャカチャカしたところもないと思うんで、気合も十分入ってると思いますし、感覚でいいんで、ちょっと太いかな細いかなとか、あのまあちょっと毛づや良くないなとか、そういうところで、あとはもう本当に単純に可愛いから買いたいとかでも全然いいと思うんですよ。まあ、かといってすごいよく見えたみたいな感じで買いに行ったら全然超えへんみたいなこともあるんですけど。そして馬券を購入、見事的中させることができるのか。購入完了しました。パドックでも状態の良かった1番彩雲と7番グレースケールを中心に3連単のフォーメーションで勝負。枠入り終わりました。スタートしました。第4競争横に広がっていますが、1番彩雲が抜け出していきます。押して内が入る7番グレースケール、結構どっちもいいスタート切れてるんじゃないですか。4番のグリフィアがその後の3番手インコースです。外からは1番のジプソフィー上がっていきました。3番、なんとエミリちゃんが予想した2頭が先頭争い。あ、もうこれ取れたんちゃいます？大丈夫違う？番ジプソフィー、外から5番のグロッサゴールド、3番ハギノレイヤーに、間から2番ベイバスも加わる。先頭は7番のグレースケール、抜け出してゴリ、2着は1番サイユン、3着には5番グロッサゴールド、その後2番のベイバスク、はい、取れました。イエーイ、余裕でした。冷静に打たれましたね。いやだってこんな、なんていうんやろ、安心感を持って見れるレースなかなかないですよ。思ってたような展開。はい、前行きました、前行きました、差しの馬が1頭来ますね、OK みたいな感じです。では山本流競馬攻略術いかがだったでしょうか。無事当てることができてめっちゃ嬉しいです。皆さんも馬券を買うときはもう本当に直感とかインスピレーションを信じて買ってみましょう。いろんな楽しみ方があるので、皆さんもぜひ園田競馬場に来て楽しんでいてください。今回のご重賞ドリームチャレンジ、まさかの一つ目のレースで終了したゆめちゃんですが、実は奇跡が起きていたんです。いいよいいよ、よしよし、当たるんじゃない？くるくるくる、佐藤さん今何やってるんですか？実はですね、佐藤プライベートでも買ってまして、ご自身を、はい、あと今3度目のリーチかかっております。ゆめちゃん密かにプライベートでもご重賞を購入していて、それがなんと最終レースまで進出。そこで緊急開催ご重賞ドリームチャレンジ特別編。ご重賞ドリームチャレンジ、はい、3度目の大手ですが、うちらめちゃめちゃ今ドキドキしてますからね。もうこの回神回になるんちゃうかいうぐらい、すごい、みんな静か。最終レースは1番人気の6番を外した3頭、一体どうなるの。ゆめちゃんに勝利の女神は微笑むのか。人々の夢を背負った競走馬、その夢を支える関係者、そしてレースを彩る騎手、人々はその姿にさまざまな思いを寄せる。新しく生まれ変わった姫路競馬で、すべての人に新
新しい夢を見てほしい。姫路競馬。今月は3つの重賞が行われます。その他のレースについては園田競馬のホームページをご確認ください。ご重賞ドリームチャレンジ特別編、最終レースの行方は。スタートしました。大きな出遅れありません。ほぼ揃っています。ゆめちゃんの8番ドライブランが先頭。このまま逃げ切って本番じゃないんですよこれ。次はもうちょっともうでっかいご重賞チャレンジ取りましょう。